リムで、開会式の方させていただきたいと思います。弊社代表の飯中社長にご挨拶いただきたいと思います。皆さんおはようございます。事故のないようにいい魚を釣って帰ってきてくれたらと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして鬼方専務ご挨拶お願いいたします。はい、おはようございます。今年で5回目ですね。ご参加いただきありがとうございます。はじめましての方もいつもありがとうございます。皆さんも大変からありがとうございます。他の坊亭さんでも大会やってるようですし、日曜日の亀山ということでお客さんいっぱいいらっしゃると思いますので、トラブルもないように一応大会という形式取ってますけども、オーナーズミーティングで参加者の皆さん進行を深めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。今回はゲストで田大輔プロも、参戦いたしますので仲良くしてやってください。
釣れたルアーは D スタイルのね、沈む虫。初めて使ってみたんですけども、開始早々ね、一応釣れてくれたんで、しばらくねこれやってみたいと思います。こんなね、ピリピリしてる。はい、大会中ね、すぐにリミットメイクしてくれた。なかなかいいワームですね。まあね、サイズは小ぶりだけどね、貴重な一匹になるかもしれません。提灯してたらね、食いましたよ。じゃあね、引き続き投げていきたいと思います。リミットメイク、今日2匹線だからね。このワーム、ちょっとめちゃくちゃな感じで釣れますね。短時間でね、結構もう昨日から攻められ尽くした亀山の、まあサイズは小さいながらね、釣れバス君を速攻2回反応してくれたってことで、一気にね、今お気に入り ランキング。大会中はね、大概普段から使って自信のあるね、ワームしか投げないんだけど、あんまりにも釣れそうなもんだから入れてみたところ、いい感じで釣れてくれております。ちょっとね、横にこうスーッて引っ張るような愛字系の釣りとかがね、あんまり追いかけてくるとかがないんで、吊るして見つけてもらって戦法でやってみております。バスはね、結構見に来るから、もし40アップぐらいのとかが、たまたまでもいてくれたら一つチャンスあるかもしれないですね。はい、遠目にね、うっすら見えたのに沈む虫入れて、ちょっとねサイズアップ。3匹目。いやー、このピリピリ動いてるのが効くのかね、よう釣れる。はい、
なんでなんでなんで、ピローラおせか。フィーディングよいしょ、ビローラーフィーディングフィッシュいただきました。よーし、まだやってます。あ、2本です。はい、2匹、ね、初めて使ったルアーでしたけど、しっかりね、2本リミットメイクすることができたので、はい、じゃあ逃がします。じゃあ、表彰式、お疲れ様でした。お疲れ様です。で今回はですね、2本リミットということだったので、ウエイトがどのぐらいいくかなと思って、ちょっと楽しみに見ていたんですけども、とりあえず成績はですね、10位の方から発表させていただいて、5位より上の方は前の方に出てきていただければと思います。で、10位がですね、渡辺則文さん、ウエイト 1075g。9位、安西明宏さん、410g。 8位、世界の北畠ランチャーさん、どこだ、いない、一番上にいる、世界の北畠ランチャーさん、武者太一さん、1190g。 6位、加藤光雄さん、1225g。 なんと、中学校1年生、素晴らしい、皆さん拍手、11です。1人で、ということで第5位、5位からは前に出てきていただきたいと思います。第5位、野呂美香さん、第4位、1335g、 久保ひろきさん。第3位、1380g、 岩田智弘さん。はい、第2位はビッグが 1280g が入っての、今地雄介さん。はい、ということで第5回ディジットデザインオーナーズミーティング亀山ダム大会、優勝は唯一の2キロ超え、ウエイト 2080g、 小竹貴弘さん。
はい、ということでですね、優勝された小竹さんからですね、ロットをちょっと選んでいただきたいなと思いまして。待ってくださいね。大体ね、皆さん緊張して顔がこわばるので、毎年ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、はい。はい、優勝の小竹さんでした。じゃあもう一度上位5名の方に大きな拍手をお願いいたします。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。十分ね。結構ね、青2本当たっちゃってる。そういうケースについてるけど、ちょっと。とりあえず今年、今回で、ね、朝も言ったんですけど、5回目って。最初なんでかなと思ったんだけど、3月の末に、一瞬前橋っていうところで、オーナーズミーティングを実際やってまして、それで今回も5回目って言ってました。まあ、引き続き、これも、まあ皆さんがね、こうやって形で、うちの動きを公約していただいているようなら、続けられてると思いますし、あと、まあ、うちの、メンバーのメンバーが私たちの選択を、あと、委託をします。スタッフのみんなが協力してくれてから、ちょっと続けられてると思います。で、また来年も、ここでやれたらと思います。トキサさんありがとうございます。トキサさんがこの場所を心よく提供していただけているからこそもできているというのもありますので、でまた来年ここでやれたらと思いますので、もしよければまた引き続き参加してください。今日はどうもありがとうございました。デルブのジュニアがね、ついにね、発売開始になりましたね。こんな、ね、結構ね、小型な感じですけども、これを使ってですね、亀山ダムで、ね、鉄鋼のね、ウォーターにいい新鮮になってきましたので、ちょっと試してみたいと思います。はい、デゼルブジュニア釣れましたよ。こんな感じね、小さいけど亀山バースってことで、はい、じゃあ帰りたいと思います。小粒だけどね、よくアピールしてくれるね。いい感じのルアーです。